皆さんこんににちはは聖書とと見る社会のの時間ですす私は日本国際気が対策校の田村と言いますこれから12回にわたって皆さんと共に世界にあるいろんな問題特に飢餓貧困それに苦しんでおられる方々と私たちがいかに生きることができるのかどうしたら共に生きていくことができるのかまた私たちがこの日本にいてそのような方々に対してどのように手を差し伸べていくことができるのか。 そんんなこととを共に学んでいいいきたいと思いますちょっと最初に、まあ、数字のクイズじゃないけれどもこのの数字何なっっててちょっと考えて欲しいんですねここに書いてあるけど4秒に1人1分間に17人そのうちの12人が5歳にも満たない子どもたち1日では約2万5,000人1年間では約1,300万人これ何の数字か分かりますか 4秒に1人1分間に17人うち12人が5歳にも満たない子供たち1日2万5,000人1年2間では約1,300万人実はこれは飢餓が原因で死んでいく人々の数なんです4秒ってどうだろう1234これぐらいかなで1人が がが原因で命を落としているこれが私たちの世界なんですそのことを他の数字を共に挙げながら考えていきたいと思いますまず第一回目皆さんにお伝えしたいのはタイトルとしては「君を待つ世界がある」。 先ほどお話したように世界にある飢餓貧困そこに苦しんでおられる方々ただ私たちの生きるこの日本から遠い世界の私たちとは関係のない人たちではなくて同じこの天地を作られた創造主なる神がご自身の形に似せて作られたそのような尊い存在がまるで虫けらのようにまるで犬猫イカのように扱われているせっかく生まれてきたんですけれどまるで人としては。 価値も尊厳もそんなものが全く無視されて歩まざるを得ないいや生まれてきたけれども大人になることができないそんな子どもたちがたくさんいますそんな方々があそんな国に生まれたんだから仕方がないそんな環境なんだからという言葉ではなくてどうしたら私たちのように神様の創造の目的に生き生きと生きていくことができるのかそんなことを共に考えていきたいと思います。最初に 聖書の御言葉をお読みします。一箇所。マタイの二十五章の四十節途中からですが、誠にあなた方に告げます。あなた方、これらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは、私にしたのです。これはイエス様が語られたお言葉です。この前後の中では、植えてる人、乾いてる人、そのような方々に、 コップ一杯のののの水一キロのパンそそれれをを差し上げるここととがどれほどほ大切なのかそのことを語っています自分で立ち上がって自分の足で人生を切り開いていくそういうことができればもちろんそれは幸いなんだけれども何らかの理由でとても大きな大きな自分の力では対抗することができない何かで自分の人生なんですが切り開いて生きていくことができない。 そんな方々がこの世界にもまた私たちの身の回りにもたくさんいらっしゃるそんな方々が切り捨てられていったり見捨てられていったりではなくてどうしたら共に生きていくことができるのか私たちこのことをちょっと考えていきたいと思うんですそしてそういう人たちに対してじゃあ皆さん私たちは一体何ができるのかどのように手を差し伸べていくことができるのか大きなことではなくて私たちが将来的なこともあると思いますが今 このところからできることは何なのかそんなことを順次追いながら考えていきたいと思います今日はね皆さんに世界の飢餓のそして貧困の現実を数字だとかあの写真だとかそんなものを通して知っていただきたいと思います最初にその時にぜひいつも頭の中に覚えておいてほしいのはこの映像で映る皆さんと同じような年代の人たちや もしかしたら皆さんの弟や妹のようなこんな小さな子どもたち写真がたくさん出てきますけれどそれは何か自分とは遠い国の自分とは関係のないそういう人たちではなくて覚えておいてほしいのはもしその人がもしその子が自分だったらどんな思いだろうもしその子がよそごと一言ごとじゃなくてもしそこにいる自分その子が自分だったらどんな気持ちだろう。あ,あ そんな国に生まれたん仕方なないよねそんな貧しい国に生まれたんだから大人になることもできなくて死んでしまうのって仕方がないよねってそうではなくてもし自分だったらそんな言葉に「そうか」「自分はこんな国に生まれたんだから大人になれない生きていくことができないのは仕方がないかなんて納得できるだろうか」。多くのの食食べべるるものを何だっててことができて そそれこそ何だって捨てることができるそんな人たちが傍に立って何かを食べながらああ「かわいそうに君はそんな国に生まれたんだから生きていくことができないんだよね」って言われて「そうか納得できますか?」ぜひ私たちそれをいつも頭の中に考えながらどうぞこの番組を見てほしいと思いますその時にもし自分だったらというところから何か始まってくるんじゃないかなそんなふうに思いますさて まず一つ目は飢餓って何だろうということですこれはね FAO という国連の食糧農業機関というところの一つの定義ですこう書いています十分な食料すなわち健康的で活動的な生活を送るために十分な食物エネルギー量を継続的に入手することができないことなんだかややこしいですけれども要は単に飢餓というのはお腹空すいたねっていうようなそういう問題ではなくて 継続的に食べるものが手に入ることができない。食べ物ってのは人が生きていく最低限の必要じゃないですか。私たちももしかしたら一食二食七日のかたちで一日食事を抜くっていうことがあるかもしれない。でもそんな時もとっても辛いですよね。でもそういうことがもう何日もいや何週間もいやいや何ヶ月も続いていくそういう状況、それが飢餓ということです。ですから。 元気だととかか力強くとか何か計画を持って将来のことなんて考えることもできないそんな状況に置かれているそういう方々が飢餓状態といいますだから飢餓っていうのは非常に厳しいですしもう一つこの下に書いているのは飢餓とは単に空腹であるということではないそれは体の崩壊に向かって衰弱が進んでいくという極度の苦痛に満ちた人間の経験である。ちゃんと食べるものを 食べないで栄養を取ることができなかったら体は弱っていくでしょ免疫力も低下していくでしょそうすると普通ならば何の問題もないそんなウイルスやそんな菌に簡単に感染してしまって簡単にその病気が命取りになってくるそうして5歳にも満たないで死んでい子どもたちもたくさん出るっていうのはそういうことなんですだから食べるということはとても大切です私たちは何だっていつだって好きなものを好きなだけ食べることができるし いやそれどころか何だって好きなものも好きなだけ捨ててしまうことさえできるそんな豊かさがある意味で当たり前のようになっているでもね私たちが捨てるそのゴミさえも食べることができないそんな方々が世界にたくさんいらっしゃる次のこの数字数字から見た飢餓問題って書いてますこれらの数字は何を意味しているのでしょう4つありますまず一つ目は7億9500万 もう1つは5分の4そして3つ目は10%そして4つ目は1300万ちょっとこの数字を基準にしながらいろいろとご説明していきたいと思いますまず1つ目7億9500万というのは実は世界のの飢餓でで苦しむ人々の数なんです。今世界の人口は約72億と言われていますそう考えると7億9500万約8億というのは 世界の人人ににというふうふ当ててはまってきまっきす皆さんのクラス何人いるんでしょうもし40人だとしたら9人に1人をクラスで当てはめたら少なからず何人かのものがもうここ数日も数週間も下手をすると数ヶ月も何にも食べていないという人がいることになりますでも皆さんのクラスにしても皆さんのクラブにしても皆さんが出会う何かのグループにしてもそんな人を生み出すことって我らの身近ではないですよね。 けれどそれを少し目を世界に向けてみるといや飛行機で数時間行ったそのようなところでは今世界の9人に1人が人が生きていく最低限の職を得ることができずに苦しんでいるこれが実は私たちで生きる世界なんです豊かなんです私たちはけれどもこれが世界のスタンダードではないもしかしたら私たちのようなこの豊かさの方が世界にとっては特別なものとなっているようですね。 さあもう一つの数字5分の4これは世界の国における開発途上国の割合です開発途上国っていうのは経済発展開発の水準が先進国に比べて低く経済成長の途上にある国まあ簡単に言えば非常に貧しい国ということですさまざまな資源があるアフリカなんか特にそうでしょうねあの大地の下に眠る資源鉱物にしても そしてまたオイルにしてもそれは本当に素晴らしいまた私たちはそれを通して生活を享受しているけれどもその地上の上に生きる方々というのは非常に厳しさを持っている海発途上国というのはその貧しさの中で当たり前の日常生活を送ることができないそんな方々が世界の5分の4を占めている残りの5分の1が日本とかアメリカとか私たちのような工業先進国いわゆる豊かな国に生きる人たちなんですもう一度言います。 私たちは今この豊かさの中にいるのでまるでこれが世界の当たり前のように思うでも考えて5分の4の人たちが私たちが当たり前に食べ当たり前に捨て当たり前に蛇口をひのって生活の清潔な水を飲むそういうことができない方々がいる人の最低限の必要を得ることができないそんな方々がこれだけいるということですさあ3つ目の数字10%これはね飢餓の原因 自然災害や紛争などの割合また別の時間にどうして世界に飢餓やこういう貧困が起こるんですかその原因は何ですかっていうことを共に学んでいきたいと思いますがその中にもあるように何かこう世界のこう災害とか紛争だとか今よく豪雨があったりとかつい私たちの身近では熊本大分の震災がありました。 私は今広島に住んでますがちょうど2年前には広島でも大雨の土砂災害があってたくさんの方が亡くなりましたそういうものが私たちの豊かな国だと復興というのも、まあ、思っているようになかなか早く行かないにせよ本当に数年も経てば元のように戻っていきますけど蚊帳途上国になるとこういう災害が起こる大雨、干ばつそんなものが起こってくるまたはテロとか紛争などが起こってくるともう それでも弱い脆弱なその経済の基盤は全く壊れてしまってわずかながらでも生活していた人が一瞬にして極度の厳しい貧困に陥ってくるそこから食べるものがなくなって飢餓に陥ってくるでニュースというのはそういうものをテレビで扱いますだから私たちはあ世界の飢餓とか貧困というのはこういう紛争とか災害がほとんどなの原因なのかなと思いがちなんですけど決してそうではなくてそれはただただた10%です。 残りの90%は構造的飢餓と言いますこれはまた後に皆さんと共に学んでいきたいと思いますがこれこそ何とか解決していかなきゃならないしそして私たちが手を差し伸べ私たちが一歩踏み出すことを通してこの構造的な飢餓その問題をもう何か解決していくことができるはずなんですだからみんなが今学んでいることみんながいろんなところで経験していることそういう一つ一つが必ず世界で生きてくるはずですさあ 最後 1, 万この数は毎年飢餓が原因で命を落とす人々の数なんです1300万ったら東京の首都圏ぐらいですかね人数それが毎年飢餓が原因で病気だとか戦争だとか紛争だとか事故だとかではなくて食べることができないそれが原因で命を落としています一番最初にちょっと数字のクイズをしました 4秒に1人1分間に17人1日に約2万5千人そして1年間に1300万人これ何の数字ですかって聞きましたよねまさにそれは飢餓が原因で命を落とす人々の数なんです4秒に1人です皆さんこの番組が始まってもう20分以上経ってるでしょうか もし4秒に1人割り当てたら一体世界の中でどれだけの人たちがせっかく生まれてきたんだせっかく神の形に似せてその命が創造主によって与えられたでもその命が成長することができない4秒に1人飢餓が原因で命を落としているみんなこのことを考えてほしいと思う私たち4秒なんてあっという間です1分間なんてあっという間です1日だってあっという間です1年間もしかしかたら 受験なんかを控えているものにしたらもっと時間が欲しいなんて僕らあっという間に過ぎ去っていくでもそのあっという間に過ぎ去っていくその時間の中に実に尊い大切な命が簡単に失われている危害貧困っていうのはそういう人の根源的な存在そのものを揺るがしていく大きな問題でもあるわけですだからこそ、だからこそこの問題にしっかりと私たちは目を向けて 思いを向けて自分には何ができるのかそのことを考えていきたいと思いますさてこのイラストは途上国の子どもたちの環境を少しそこにイラストに描いてもらいましたそこの一部です時計のように回っていくと一番上12時のところに物乞いっていうのがありますストリートチルドレン学校に行けない子どもたちそして内戦このイラストの子は右足がないのが分かりますよね これはカンボジアの子が地雷で足を失う、手を失う大人も子どももそんな環境がいまだにありますまた、6時のところでは難民紛争があったりテロがあったりいろんな思惑があるんでしょう大人たちのでもそれに対して抵抗することができない本当に貧しい弱い立場の人たちは逃げ惑う以外にはないそんな生活の中で難民が約4500万人多分ここ数年でもっと増えているはずです。そして 7時のところでは少年兵少女兵これもどこかで聞いたことがあるでしょうこれはもちろん自分が志願して兵士になるんだ戦うんだというそういう子どもたちではなくて無理やり貧しい村に反政府主に反政府ゲリラがそこに行ってそれこそ村を焼き討ちをして大人たちを全員殺してそこにいる子どもたちを連れていく私たちも以前アフリカのウガンダというところでこの元少女兵の 救出とそして社会へのの復帰リリハビリセンターそんなことをお手伝いをして私もそこで元少女兵の人たちと何人も出会いましたいずれまたそのことを皆さんにもお話をしたいと思いますそんな人たちが25万人30万人も世界にはいる自分の自由を奪われて無理やり殺人マシーンにさせられていくどんなつらいことでしょうねそして飢餓先ほど言ったような数字もありすぎ児童労働それは飢餓 家のお手伝いというレベルじゃなくて本当に命を落とすぐらいの危険な中で無理やり子どもたちが働かされている当然学校になんていうことはできないそんな子どもたちもいますそして不潔な水私たちは水道でもそうですコンビニでもペットボトルで買えば本当に安全で清潔な水を簡単にアクセスすることができるでもその命の水と言われる水の一滴さえも得ることができないで苦しんでいる子どもたちがこれだけいるということです さあそんな中でこの写真見てください物乞いの女の子の写真ですこれは中国で撮られました多分みんなと同じぐらいの年代の女の子じゃないかなと思います真っ裸です自分で服を脱いでじゃないこういう物乞いの子どもたちも自分で自分の稼ぎのためにというよりも現在は厳しいなと思います大人たちが 自分たちの利益のためにこんな子どもたちを利用しているこの子どももどっかの貧しい貧しい村からもしかしたら買われてきたり親に売,れられ売られたかまたは拉致されたか誘拐されたかそんなことをしてここに連れてこられてこの歩道でしょ目の前に洗面器があって札が入っているので誰かが入れたんでしょうね恥ずかしくてこの女の子ずっとしゃがみ込んだままですよ普通のように座ることなんてできない ででもそんなことを一体いいつまでさせられていくのか同じこの21世紀の同じ141516歳17歳夢いっぱいじゃないですかいろんな困難もあるしいろんないらなすこともあるけれど自分の将来に向かってさまざまなことができるでもそんな段階でただこうしてしゃがみ込んで裸の恥をさらしながら誰かに、ね、お金をもらわざるを得ないそしてそれも絞り取られる大人に利用されていくそんな子どもがいる。 もう一つはこれは私が撮った写真なんですがこれは数年前インドのコルカタ昔はカルカッタと言ってましたあのマザー・テレサの活動をして有名ですよねでそこのショッピングセンターで物乞いの少年です見てわかるようにこの子は生まれながら体に大きな障害があった手,手も足も関節が逆に向いているだから四つん這いになってしか歩くことができなかったこれはワークキャンプを連れて行った最終日にみんなでちょっとお土産買いに行こうねということでショッピングセンターに行ったんです。 そのの駐車場でこの子が物ををしてましていまた遠くから写真を撮ったんですで撮った時に気付いたのは実はこの写真を撮った数年前にも私は同じ場所に行って同じショッピングセンターの駐車場で実はこの子を見てますあれから数年経ってもこの子はそれだけ体が大きくなってでも同じように物乞いをしているともにいた現地のスタッフに ちょっと私も頭が真っ白になったというか非常に動揺してしまったんだけどこの子がいるっていうことは両親もいるよねお父さんもお母さんもいるやんかどうなってんのってこの子はじゃあいつまでこんな物乞いをしてるんだ、ね、先ほどの中国の女の子のようにこの子もやはり大人の道具として使われて自分が稼いだものは自分のものじゃなく吸い上げられていくそんなこと説明を受けてましたじゃあいつまでこの子はこんなふうにして物乞いをしなきゃならないんだ そんな私の問いかけに現地のスタッフは目を伏せながら言いました多分死ぬまでじゃないかなもしこの子が皆さんだったらどんな思い死ぬまで物乞いをし続けなければならない死ぬまで誰か何かくださいってこうしてこの子も今左手を上げているのはお金をください食べ物をくださいそんなふうに物乞いをしている死ぬまでですよ さあもし自分だったら仕方がないそんなことで納得できないでしょさあもう一つこれはフィリピンのマニラのこう外れ空港の近くにあるこれ公営の墓場なんですがでそこの奥まったところに実は100世帯たくさんの人たちが住み着いてるって皆さん墓場に住むって分かるちょっと日本の墓場のようなこんな綺麗なところじゃなくてちょっとこんなもう雑然としたところに人々が住み着いてなんと。 この男の子の写真もわかるように人の墓の上に板を立てて屋根を作り塀を作って家を建ててそこで住んでるもうまず私は驚きましたそして日本の墓場っていうのはきれいに整備されてて通路もありますよねでけれどこのフィリピンに行って驚いたのは通路っていうのがちゃんとない、まあ、まず汚いっていうことでもうちょっともう本当に気持ちが収まらなかったですけど。 だからここから5メーター先の向こうに行こうとする時には人の墓の上をこう踏んづけていかなきゃならない初めて行った時はもうそれだけでもうたまらない思いでしたねもう45回この場所に行ってますだ人の墓の上にでフィリピンというのは日本のように仮想ではなくてそのまま遺体を棺桶に入れてそして石棺のような中に入れますだから大人の墓っても相当大きなものがありますが だからそういうところに板をへらってきて壁や屋根をつけて住み着ぐっていうこともできるんでしょうあるところを見るとこんな小さなこれぐらいのこれぐらいのお墓ですよそこは結局子供のお墓なんですよねいつ生まれていつ亡くなったか日にち見たら一日もない多分死産なのか生まれてすぐ亡くなったのかそんなそんな墓を踏まんでいかなきゃならないっていうのはこれはちょっとしんどいなと思いました。 でも行っていくと一人の男の子大人たちもいたんだけど小さなこの写真の男の子がいたもうは真っ裸でもう典型的な栄養失調の姿お腹がポコンと出てもういろんな皮膚病があるのわ分かりましたで近くに行くともうその子の両面はもう目やにだらけですここには100世帯の方々何百人という人たちが住み着いているマリナの都市部に生まれた人たちじゃなくて。 地方から生活に困窮した人たちがなんとかこの都市とマニラに来れば仕事があって収入があって生活ができるだろうそんな思いで来たけれど学校も一度も行ったことがない読み書きもできない自分の名前すら書くことも読むこともできない計算さえ1出すもできないそんな人たちをどこが誰が雇ってくれるだろう来たはいいけれどももう戻ることもできないし 生活を変えることもできないそんな方々がこうして墓場に住み着いてしまっているあなたの家どこですか墓場ですどんな思いでしょうねこの写真はもう30年以上前の写真です私たちのアフリカでの働きの一つの出発になったところ我々の先輩たちが働きをした時に撮った写真ですエチオピア1984年大干ばつがあって100万人の方が餓死しました その時に国連と協力をして私たちの先輩スタッフたちが食料廃棄をしたその時にたくさんの人たちでいるそういう大きな広場に子どもたちが何人もそこにいましたある子どもたちはなんか地面にしゃがみながら何かをしている私たちのスタッフは「ああこんな大変な時でもやっぱり子どもは子どもやな」なんか地面でも絵描いて遊んでるのかなと思って一緒に来てくださったカメラマンにちょっと行って写真撮ってきてください」と言って。 近づいて撮った写真がこれですでもこの子たちは地面に絵を描いて遊んでたんじゃなくて何かをこう拾っているんですねそしてそれをこの子のように口の中に入れている実は小さな小石をこの子たちは拾って口の中に入れてました指で丸めればもう崩れていくようなそんな柔らかい石ですある子はどっかで拾ってきたんかこんな小さなビニール袋にそういう小石を入れてそして家に持って帰って 小さな弟妹と一で何にも食べるものがなくて日干しさの極限の中でこの子たちは石を食べていたこのショックはどれほどものだったかそこにいた我々の先輩のスタッフたちや高齢の者たちはもう言葉を失ったと言いましたそれだけ何にも食べるものがない中でこうして小石を食べているでも小石を食べて生き延びられますかむしろそんなもので胃袋が破れて死んでいく。 人は生きるために食べるんですけれども食べることを通して死んでしまう生きるか死ぬかじゃなくて死以外の選択肢がないそんな中で多くの方々が今も苦しんでいるそんなことをぜひ皆さんに知ってほしいと思います次の写真これはねアジアのバングラデシュ首都のダッカというところにシシュという子ども病院があります このシュシュというのはベンガル語で子どもという意味なんですが子ども専用の病院私たちも以前に支援をしていたところですそこの3階だったかなそのワンフロア全体が実は飢餓病棟といって飢餓で苦しんでいる非常に貧しい子どもたちを無料で治療をしているそういうところがありますこの男の子はそこで実は息を引き取った男の子なんです名前をハマン君と言います この写真のように鼻からチューブを入れてミルクなんだか栄養をやってた自分では物も力がなかったんですね。これはもうハンマークのアップの写真だけれども当然病院ですからベッドの傍らにお母さんもいてお父さんもいる。映像にまあこのお母さんも映ってます。こういう服を着てるけども見てわかるようにもガリガリです。実はこのハマーク貧しい村に生まれました。お父さんお母さんもう非常に貧しさの中で このく君が生まれたんだけれどお母さんも実は栄養失調でミルクでも濱君はおなかが空いて泣くでもその悲しさを何とかごまかすために皆さんお米を研いだことがあるでしょう米の研ぎ汁あの白く濁ったやつあれをく君に飲ませたそうですそうすると、まあ、水だから飲めばお腹がいっぱいになって泣き止むそんなことをずっと繰り返していくると。 当然ながらちゃんと成長できるわけじゃなくて実はこの子がやっぱ病気になってしまった軽い病気だったでもそこからどん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 抵抗力がなくて重い病気になったまず志村ですから当然病院もない医者もない薬もないそんな状況の中でじゃあそういう人たちはどうするかって言ったらまずしばらく様子を見るでその後どうするかまたしばらく様子を見る。 じゃあその次終わったらもう一度しばらく様子を見る、まあ、それで治ればよかったねでも症状悪化しくるとそこで初めてこのハマ君のお母さんもそうだけどハマ君を抱っこしてなんと1週間かけてね自分の足で歩いてこのダッカに来てこの病院にたどり着いたもちろんマグラデシただって車もある飛行機だって飛んでるでもそんなものを乗るお金がないだからこの自分の足でハマ君を抱っこして。 やっとたどり着いたこの病院で医者に言われたのは何でもっと早く連れてこなかったんだもう手遅れですでも今ベッドが空いているのでできる限りのことはと言ってこのハンマー君の治療をしてくれましたけれどももう1週間もう2週間早く集うことができたらこのハンマー君は死ななくてよかったかも分かりませんでも最終的には大きな 髄膜性の病気にかかってしまってこの子は映像の中に映ってるんだけど息を引き取るときに大きな深呼吸をしながら右手が痙攣していきますそんな中でこの子は息を引き取ってくるドクターがいて両親もいてそこで撮影してた私たちのスタッフもいて大人たちもたくさんいるのに誰もこの小さな子を助けることができなかったこの無力感。もっと早く 病院に連れれてくることができればいやもっともしかしたらお母さんがおっぱいが出れば食べ物があればいやお母さんも食べ物があって栄養失調でなければこの子は死ぬことはなかったでも粉ミルクも売ってるけどもそれさえ買うお金がなかったがためにこのアマン君はせっかく生まれてきたんだけれども大人になることができなかった次のこの写真もえこれ人間の手なのって思うようななんていうか もう痩せ衰えたもう干からびちゃってるようなそんな手でしょこれね「ウガンダの植える少年の手と伝道師」っていうタイトルがあります食べるものがないために栄養失調で本当ななもうある程度大きくなるはずの体が本当にもう小さな小さな体で手もこんなふうにしてまるで人形なのかミイラなのかっていうような手です食べるものがないそれがこんな現状を起こしていきますさあこの写真 ちょっと右下黒く塗ってるのがあるものが写ってるを隠してるんだけれどもこれは有名な写真なんで皆さんもどっかで多分小学校ぐらいで一回授業の中で見てるかも分かりませんこの写真右下に何が写ってるんだろう皆さん分かりますか実はこういう子が写ってます痩せ衰えた女の子ですこの写真は「ハゲワシと少女」というタイトルがついて1993年ケビン・カーターというカメラマンが撮った写真です これピリッサ賞という有名な賞を頂い,いた写真でもあって有名ですこれはスーダン今は北と南に分かれてますがこの時代は北と南にもうずっと結果的に50年間争いがありましたそんな中でそれぞれの武装した者たちは戦うことができるけれどこの子もこの子の親もそうですが貧しい人たちにとっては自分の生活を守る 抵抗するなんてことはできないわけで身を守るためにもう気の身着のままで逃げて自分のわずかな家わずかな畑そんなものを全く見捨てていかなければならなかったそして収容所で一体終わりのないようなそういう辛い生活をしていたこの子もそんな中でやっとこさ、収容所に着いた中この写真で見るようにガリガリなのがわかるでしょう。そんな女の子がいた ケビンカータがこう取材をしている時に実はこの女の子がふら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 と歩いているそれを遠くからカメラで収めているとそういう人マインダー越しに実はまあこの写真では近くに見えるけれど望遠なので実はもっと遠いんですが励ましがそこにいる女の子が歩いているとある程度の距離を空けて励ましもぴょんぴょんとその女の子の後をついてくるこの写真のように女の子がバシャッとうずくまると励ましもピタッと。 と止まってずっと女の子を狙見てる。なぜでしょう。ハゲワシには分かってるんでしょうね。もうしばらくしたらこの女の子は死ぬ死んだらわっと襲ってその肉を食べよう。みんなも知ってるでしょ。ハゲワシは生きた動物の肉を食べるわけではなくて死んだ動物の肉それを食べます。だからハゲワシには分かってるのよね。もうしばらくしたらこの子は死ぬ死んだら食べる。 私たちが学校から帰る私たちが普通に歩いているその後ろをバッと振り返ったら1 0ルぐらい後ろにハゲワシが私たちの後をついてくるなんてことをちょっと想像してみそして「早く死ねえ早く死ね」なんてそんなメッセージをもしハゲワシが私たちに投げかけたとしたらどんな気持ちだろう幸いこの子はハゲワシの餌にならずちゃんと収容所の中に帰ることができたそうですけれどこんな動物に狙われてくる。 そしてそれに対して戦う逃げることもできないような状況に置かれている自分の力でも自分の意志でもなく何かもっともっと強いもっともっと大きなそんな力で自分の生活が翻弄されているこの写真はだいぶ前の写真ですけども今。 アフリカではボコハラムもそうです、みんなも聞いたことがあるでしょう、いわゆるイスラム国なんていう、そんなテロリストによって、どれだけの人の命が奪われ、どれだけの人の平和な、そして普通の生活が壊されているのか、それは日本人である私たちにとっては、なんかまだまだ、まだまだどっかよその国のことのように思う、でもいずれ、私たちの生活圏の中にも、そういう黒い手は近づいてくるだろう、そんなことを思うときに決して一とではない。 もし自分だったらそのことを思いながら一体何ができるんだろうね難しい問題ですけれど考えていかねばならないこういう紛争やテロを通して飢餓や貧困そんな苦しみの中にいる人たちもいるこれが現実ですよねさあ最後にもうし最初に読んだ御言葉をもう一度読みますね「マタイの25章の40節誠にあなた方に告げます」「あなた方がこれらの私の兄弟たち しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです最も小さい者たちの一人最初にもお話し,しました自分の人生です自分の命ですでも自分の足で立ち上がって困難を乗り越えて人生を切り開いていくそういうことができないそんな状況や環境にいる人たちがたくさんいるということ今日ほんの一部のことだけれども子どもたちのことを中心にしながら皆さんにお話をしました そんな方々が「ああ生きててよかったね」って言えるためにはどうしたらいいんだろういやそのために皆さんは一体何ができんだろうそんなことをぜひ考えてほしいと思いますそして共に生きるということがどれほど素晴らしいことであるのかそしてどれほどそのことを神様は願ってらっしゃるのか私たちにできることそれを考えてみたいと思います君を待つ世界があるんです。 Like lunch here. Yeah, that's good. You like school? Like studying? That's good.